皆さん、こんにちは。インスパイアの小田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、こちらの話題です。はい、じゃじゃんということで、はい、PayPay ですね。ついに弊社もですね、登録が完了しました。これはですね、登録の手続きをしてから、今日に至るまでですね、約1ヶ月かかってますね。3月の半ば、ちょっとね、僕も講演が落ち着いてですね、実際の営業の方に来ていただいて、お話を聞いてから契約したので、ちょっとなかなかですね、時間が取れなくてですね、その時になってしまったんだけど、約1ヶ月ぐらいかかりました。僕の印象では、多分、実際にお会いした方が、ネットから申し込むよりは早いと思いますので、お会いする形の方をお勧めいたしますが、ではですね、今日は早速、PayPay っていうものはどういうものなのかっていうのを今からですね、実演していきたいと思います。例えばですね、まあ何でもいいんですけど、何がいいかな。弊社のですね、こういう、0円でできる Facebook を使った反則手法みたいな、こういうね、小冊子がありますと。これくださいって言った場合に、どうするかということで、説明します。そうすると、まずね、こちらを店頭とかに掲げたりとかしとくわけなんですけど、これは値段が入っている QR コードも作ることできるので、なんか定額販売する場合ね、もう例えばセミナーとかもそうだけども、5000円でずっと5000円っていう場合なんかは、そういうやり方なんかもありかもしれないんですが、ちょっとそれはまたね、おいおい説明するとしまして、今日まずこれでね、流れだけ説明していきたいと思いますが、では、ちょっとですね、画面を出していきましょう。はい、こんな感じになりますね。そうすると、まずやらなきゃいけないのは、これを掲げますよね。そうすると、お客さんが、この今、スマホの画面が前に出てるんですけど、これお客さんの画面ね。お客さんの画面の方で、PayPay をまずね、アプリを開きます。でちょっとわざとですね、ずるっていうかね、変な風にしますので、ちょっと見とっていただきたいんですけど、PayPay を開くときに、わざとですね、僕、小指でちょっと押しますね。はい、そうしますと、ここにですね、タッチ ID を使用、認証を行ってくださいっていうのが出るんですけど、ここのところですね、例えば、僕今指紋認証になってますが、指紋認証とか顔認証がない場合っていうのは、ここにパスワードを打たなきゃいけないんですね。で、これ定期的にログアウトする仕組みになってるので、しばらく使ってないと、ログインしてくださいとかでパスワード聞かれると、セキュリティがちょっとね、きつくなったんですよ。なので、これが指紋認証になれば、ここでもう親指をね、こうやって置けば、これでこうやって入れちゃうんだけど、そうじゃない場合は、ちょっとここがめんどくさいっていうのがあるかもしれないですね。指紋認証、顔認証ない人がまだ多いと思うんですね、スマホはね。そこがまずあります。で、これね。そうすると、この画面の中の真ん中の下にね、でっかく支払うって出てると思うんですけど、この支払うってとこを押します。そうすると、ここのとこの下にスキャン支払いっていうのが右下にありますので、このスキャン支払いってとこをね、押します。こっちと。そうすると、ここに出てくるので、このね、実際に読み取ります。そしたら、ここのとこにインスパイア株式会社っていうふうに今出てますよね。で、ここのとこに金額を打ってくださいということで、例えば今のであれば、これ500円ですってことになったので、いいですか？お客さんが自分の携帯でここのとこに金額を打つんですね。500とか。なので、お客さんが500って打ったのか、5000って打ったのか、50って打ったのかは、まず見とかなきゃいけないですね。で、このように500って打ったら、これをまずこう見せて、これでいいですかと言って、はい、OK ですって言えば、そうすると、これで支払うを押すんですけど、この支払うを押したときね、ちょっと見とってほしいんですね。はい、支払うをしますね。これ、後でちょっとキャンセルしますけど、はい、PayPay と音がしまして、おめでとうございます。50円相当の PayPay 残高をゲットということで、これで50円ゲットになったわけなんですが、で、ここのとこで、この画面をもう一回お店の人に見せる。ですね。だから、金額を見せて、PayPay と言った後もう一回見せないと、じゃない、2回見せないとですね、金額を打って見せた後、ささっと、ね、値段をね、変えたりとかね、するかもしれないので、この画面を見せる。で、さらには、この下にある詳細を見るっていうね、字があると思います。ここを見ると、ここのとこに、詳細が
出てくるんですね。で、ここのもう決済番号とかっていうのは、もうこれ1個しかないし、あとはこの虫眼鏡、500円のこの虫眼鏡のマークを押すと出てくるこれ。これ見せてもらえればもう完璧です。時間が出ています。というのは、この画面をね、スクショを撮っといて、やりましたって言って見せるかもしれないわけですね。なので、本当に今生成したものかどうかっていうのは、そこまでしないと本当はね、危ないわけです。だからその辺がめんどくさいって話なんですね。だんだんだんみんな賢くなっていくからめんどくさいって話なんだけど、はい、これで決済が終わりました。って思うじゃないですか。これで、お客さん側はこれで終わりなんだけど、お店側は何が必要かっていうと、これをしたことによってですね、レジは打たなきゃいけないんですよ。結局今まで通りレジで500円って入力して、そしてですね、その金額に対して、現金で今までやってたのを、今回のように QR コード決済導入した場合は、現金じゃないなんか科目をなんか作ってですね、クレジットカード2なのか、なんとかキャッシュレスなのかなんか作って、でそこで、レジを普通に動かして、レシートを出さなきゃいけないんですね。つまり、ここからレシートが出てくるわけじゃないし、これから連動してるサービスがレシート出るわけじゃないので、結局、今まで現金でやっていた作業と同じことをレジでしつつ、一方でお客さんにはこれをさせて、そしてその画面の確認もお店がしなきゃいけないので、レジだけに言っては、だけに関して言っては、店舗のやる仕事も増えているし、お客さんのやる仕事も増えているんですね。お客さんは普通出すだけだから。こう、打ったりしなくていいから。っていうものが、両方実は増えてるんですよ。で、それが、PayPay っていうものの欠点でもあります。で、このような形で、決済が終わって、まあ、例えばね、キャッシュバックになったみたいなことで、まあ、喜ぶわけなんですね。で、そうしたら、この右上のとこにあります、矢印のとこを押すと、これをね、SNS とかに、当たったとかって言って、まあ、シェアしたりすることができるわけですね。まあ、これが基本的な使い方なんですが、ネックはですね、この画面を、ブラウザー側でしかお店は管理ができないですね。その、アプリがないんですよ。で、管理アプリがないので、だからもちろんね、スマホで、ブラウザーで開いておけばいいんだけど、実際にこう、ちゃんとお金が入ったかどうかっていうのを、そのアプリ上で確認、ブラウザーで確認しながら、レジもやって、そのお客さんの具合見てるから大変なので、だからお客さんの画面で確認しなきゃいけないっていうのがめんどくさいですね。っていうのが一つです。ということで、一つですね、お話がこれで終わり。で、次に、まずどんな機能があるかっていうことで説明したいと思います。この上にもうね、最初からもう出てるので、例えばコンビニみたいなとこっていうのは、逆にここに出ているバーコードっていうのをお店の人がピッて読み取ったら、そうすると、その情報がちゃんと連動してですね、レジと連動する仕組みになってるんだけど、この仕組みは多分中小企業版にはないんじゃないかと思うんですね。QR のしかないんですよ。紙のしかないんですね。これしかないんですね、PayPay。なので、中小企業にとっては、そのレジ連動ができないんですよ。まあ、大きいとこに行けば、逆に支払う側は、この画面こう入ってみせればいいんで、逆に QR 置いてないんでね、コンビニとかスーパーに行ったら。なので、この画面見せたら OK です。そして、ここにあるスキャン、左下のスキャンっていうのを押したら、これでもね、こういうふうに起動するのありますので、どっちでもいいです。支払いを押さなくても、ここにあります。で、次にある、送るって書いてるの。これ何かというとですね、友達に、お金を送ることができるので、例えば、その登録しているね、人に送金して、まあ、割り勘するとか、例えば子供にお小遣いあげるみたいなのも、これでしていくってこともできるし、逆ですね、受け取るっていうのもできる。そして一番右側に書いている、これ受け取るっていうのは、この QR コード読み取って受け取ってねと、お金送ってねみたいなやり方もできるし、チャージですね。これは実際に PayPay の支払いっていうのは大きく2種類あって、そのチャージしたお金、この PayPay の中にお金を入れて、そのお金で払うっていうやり方と、そしてもう一個は、チャージしないで、その場で、決済をリアルタイムにするっていう方の2個あるんですね。で、そのチャージってとこをしてみると、そうすると、どのようなチャージの仕方をしますかっていうふうに聞いてくるんですね。で、ここに今、チャージ方法に Yahoo カードが選ばれてると思うんだけど、ここをね、複数選べます。あ、これ今、これ、そうか。チャージは Yahoo カードしか作れないんですよ。で、Yahoo カードを選ぶか、銀行口座を設定するか、どっちかしかないので、
普通のクレジットカードはダメなんですね。ヤフーカードじゃなきゃダメなんです。じゃないと、クレジットカードのチャージはできない。で、それ以外の場合は、この銀行口座を追加しなきゃいけないんで、銀行口座追加数を押してみると、そうするとですね、実際にこういうメガバンクとか出てくるので、ここにある方は OK だし、ない方は地方銀行の場合、ここの中で探してください。で、新潟の場合は第一銀行なんで、って第一銀行を探したら第一銀行はないわけですよね。だから、この銀行が全部対応してないので、そうすると、わざわざ銀行口座を作るのか、ヤフーカードを作るっていうことをしなきゃいけないので、これはめんどくさい。で、その、ここの中で銀行口座の設定をするとか、ヤフーカードの申し込みをして設定するとか、パスワードを打つとか、個人の認証するとかっていろんなことがあるんだけど、これね、かなりリテラシー高くないと、こう乗り越えられない気がするので、ハードルは結構高いんじゃないかなと僕は思っています。で、これチャージね。で、これで銀行口座の登録、ここからもいけますね。ここ、さっきと同じですね。で、銀行口座の登録もできるし、支払い履歴ということで、実際どこで何買ったかっていうのをこういうふうなところで、分かりますし、着せ替えっていうのができるようになりましたね。で、この画面の、この文字をね、いわゆる LINE とかと同じですね。画面の着せ替えもできるようになりましたし、まあ、お知らせや通知ですね。まあ、こんな感じ。そして、今、ホームを開いてますけど、2番目の近くのお店ってとこすると、こうやって出てきます。そうすると、近くにやってるとこ出てくるんですが、でここで、今ですね、僕がいるところのこうピッと押すと、この、あ、ここね、こう、インスパイク株式会社出てくるんですが、ここをポチッと押すとですね、こんな画面が出ます。で、ここのとこに出るとこの情報の中で、ここへ行くってとこを押すとですね、これ Yahoo マップに行っちゃうんですよ。で、Yahoo マップは日頃使ってないと、Google マップを使いたいよって場合、ヤフーマップ嫌だって人がいるわけですね。で、これヤフーマップじゃないのを出す方法があって、上の地図を押してもダメなんだけど、ここの住所のとこ、住所のとこを押した場合は、ヤフーマップと Google マップがなぜか両方出るんですね。だから、ここで、Google マップを使うとかってやると、Google マップに飛ぶことができます。ね、こうやって飛ぶことができます。で、これちゃんと Google マイビジネスに、あ、なりましたね。Google マイビジネスに、連動するという形になってますね。はい。そしてですね、ちょっと戻りまして、この下にあります Yahoo ロコ。ここにお店情報のページに飛びます。なので Yahoo ロコ、Google マイビジネスの Yahoo 版ですね。ここのところの情報も見ることできるんですが、残念ながら Yahoo ロコっていうのは今新規の登録ができないっていうことと、で過去の Yahoo ロコを持っていた方でも編集ができないっていうことが欠点で、まあここはね、いずれ改善してくると思いますけど、これがまあ欠点としてあるのかなと思っています。でこのような形で、近くにあるお店でどこをやってるのみたいな感じで探せるし、そしてこの検索窓があるので、ここで検索をしても出ます。ただ検索は、僕の感覚では半径5キロとか10キロぐらいしか出ないです。遠くになると検索しても出ません。だからこの動画を見てくださっている方で、新潟市外の方だったら多分検索しても出ないと思います。その場合は、このように、日本地図をね、こういうふうにどん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 大きくしてですね、新潟のとこに当てて、新潟駅の近くのとこまで行って、検索をするとか、こういうふうに行けば、一応探せますけど、その地域でやってるでますが、遠くのとこはですね、今のようにやらないと、検索でちょっと探せなくなっています。はい、そして残高ですね。残高は、実際にキャッシュバックがあったとかっていうものについての、情報が出るとこですね。後日、キャッシュバックでね、チャージされるっていうものですね。そして、アカウント情報です。でここは自分の情報で写真を入れたりもできるし、ID を設定したりもできるというものですね。この画面になっています。まあ、そんな感じですかね。ということで、とりあえずですね、始めていただくといいんじゃない、まあ、無料で始めれますから、で、おすすめはですね、ぜひ担当者に来てもらった方がいいです。自分の友達とか知り合いで導入した人がいたら、その人に紹介してもらうとか、もしくは電話をしてですね、営業に来てもらうみたいなことでした方がいいです。まあ、これまた別の動画でも話しますけど、なぜいいかってちょっと話しますが、やっぱりね、その方がいいです。そうしないとですね、困ることいろいろありますので、ぜひね、いろいろ質問していただければなと思っています。はい。では、いよいよね、キャッシュレス決済についていろいろまたね、情報を出していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。インスパイアの北でした。ありがとうございました。バイバイ。